来年1月、アジアカップがカタールで開催される。韓国サッカー専門誌、ベストイレブンは、アジア各国の記者7人に母国の結果を予想するアンケートを実施しており、その中で中国人記者は、正直、日本に勝つ可能性はそれほど高くない、とベスト8が目標としている。動画、リアル少林サッカー、アジアで前代未聞の退場劇、レフェリーに猛タックル。 レッドカードの瞬間優勝国の予想アンケートは韓国サッカー専門誌、ベストイレブンが実施。日本、中国、イラン、マレーシア、インド、カタールのメディア記者に尋ねた結果、グループ A でカタール、タジキスタン、レバノンと同居する中国の記者は、ベスト8を現実的な目標に挙げたという。おそらくベスト8が目標になるだろう。中国がもしグループ A の2位でベスト16入りすれば、 我々はグループ C の2位、おそらく UAE と対戦することになる。その場合、ベスト8で日本と対戦することになるだろうが、正直、日本に勝つ可能性はそれほど高くない。ベスト8までが現実的な目標だろう。日本はグループ D でインドネシア、イラク、ベトナムと同居。1位通過ならラウンド16はグループ B、EF の3位と対戦。2位通過ならグループ E1 位。 グループ CDE の3位となれば、グループ A1 位との対戦となる。中国は上位を狙う上で、日本が壁として立ちはだかると考えているようだ。